防衛装備庁とは日本の行政機関の一つ。装備品等の開発及び生産のための基盤の強化を図り、研究開発、調達、補給、管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする防衛省の外局である。略称は装備庁。2015年10月1日に発足した。防衛装備品の開発。 取得、輸出を一元的に担う機関とされている。この意味では、太平洋戦争中に設けられた軍需省に通じるものがあるが、当時の軍需省は、商工省を改組して設置されたものであり、防衛省の外局として設置する本組織とは根本的に異なる。は、防衛庁に設置される機関として設置され、防衛庁が防衛省となった2007年1月以降は、 防衛省の外局であった。政府は2015年度予算の概算要求で防衛装備調節地のための予算を要求しており、同年6月10日の第189回国会で防衛装備調節地を柱とする改正防衛省設置法が成立している。経理装備局の装備グループ、各爆僚幹部の装備品調達部門、装備施設本部、 技術研究本部を集約、統合する組織と位置づけられている。職員数は1817人で、内訳は事務官、議官等1410人、自衛官407人。また調達や装備品の輸出に関わる権限が、この期間に集中するため、戦術したかつての防衛施設長でも見られた汚職や、腐敗を防ぐ処置として町内部に20人規模の、 観察担当者が設置されているほか、外部からの監視体制も、旧機関に比して強化された体制となっている。現在、国際的に見て調達コストが高いことから、防衛装備庁を設置することで、装備品の開発と管理の一元管理を行い、防衛装備移転3原則に基づく防衛装備の輸出による生産規模を確保することや、国際共同開発を行うことで、 コスト削減を図ることを目的としている。長官官房装備開発官の定数を1人、増員し5人とする。装備政策部装備制度管理官を廃止し、同部に装備保全管理官1人を置く。プロジェクト管理部統合装備計画官を廃止し、同部事業管理官の定数を1人増員し4人とする。防衛省設置法第36条に規定された任務を達成するために、 防衛省設置法第4条に列記された事務のうち、第5号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号から第15号まで及び、第32号から第34号までに掲げる事務を司る。具体的には以下のことに関する事務がある。防衛省組織令及び防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令において、 防衛装備庁の編成は次の通りとなっている。防衛装備庁長,長官は防衛会議を構成する役職の一つである。なお、次長の官職はない。上海官房には官房長の官職がない。また、顔を置かず、課長に準ずる官職が置かれている。装備開発官は船舶を除く装備品等の公案及び施策に関する事務をシステム装備、陸上装備、 感染搭載装備及び航空機装備の4分野に分け1人につき1分野を分掌している。ありがとうございます。